今日の第2試合です。 2019-20 V1 リーグ女子交流戦プレミアカンファレンスの久光製薬スプリングス対スターカンファレンス東レアローズの一戦をジップアリーナ岡山からお送りしてまいります。では今シーズン20日を合わせて去年のファイナルのカードになりましたね。そうですね、両チームどうしてもなんか去年のイメージありますけども、やっぱりちょっと今年ね苦しんでる、特に先週東レも苦しみましたし、久光はシーズン的にね苦しんでるので、どういう対戦になるか楽しみですね。ブロック、このコースに打っていきました。クラン、ここを黒子でいきます。ライトからしっかり決めました。新鍋のスパイク、レシーバーの中島が上げに行きます。いいコース、1点欲しかった時にねこうやって決め切ってくれたのは非常にいいですよね、チームにとって。さあクランのボールワンタッチの元、ここはいけませんでした。最後はクランが決めて東レが先に25点を取りました。第1セットを25対23、東レがまずはものにしています。ファビアノをブロック、井上七海、加藤に2枚ついているが東レのコートに落ちました。で手の間なんでね、非常に難しいところですけども、やっぱ打ち方も上手でしたよね。新鍋のところでサービスエース、おっとネットイン。新鍋のボールを水杉が上げてバックアタック、クランをブロック、よく止めました。もう今のは新鍋選手の動き素晴らしいですよね。さあ小川、関、おお、ブロックポイント、素晴らしい。25点目久光が取りました。第2セット25対21、セットカウント1対1です。うん、いいコース、いいコースですね。今日やっぱ空中で余裕がありますよね、はい、前に落としたり奥に打ったり。2本連続で石井が止められました。ブロック東レ、セットポイント、ここも石井にボールが行きます。今度は上に打っていきました。さあパスはちょっと近いがライトに振った。クラン、クランが25点目を決めました。第3セット25対18、東レが取ってセットカウント2対1です。サーブでのポイントになります。東レが走っています。第4セット、フォローレフトへ、関はライトに振ってストレート、黒子が止まらない。おわー、ナイスハンダー。石川をブロック、ここは中島がもう一度レフトに持っていきます。よく反応したがマッチポイント通れ。さあ小島はここはレフト石井へワンタッチ、ノロ、関からクランへ、深いところいっぱいに決まりました。昨シーズンファイナルで敗れた久光製薬を相手に東レがセットカウント3対1、今シーズン一度限りの交流戦勝利を収めました。ご自身のプレーについてはいかがでしたでしょうか。
オフェンス面でもっとチームに貢献していかなきゃいけないなっていう思いがあったので、今日はそれが少しはできたかなと思います。